こんにちは、坂太郎です。 DW です。以前お伝えした絶景セブンイレブン、そちらでね、ちょっと今休憩です。マリモッコリがたくさんいますけども、風が強いんですね。黄砂が飛びまくりです。景色ご覧ください。どうぞ。霞まくりの黄砂出まくりで、麺中バリバリの、鼻の中ミシミシっていう感じですけども、なんか黄砂が体の中入って気持ち悪いなという時に飲んでいただきたい商品、こちらです。体めぐり茶。風が強くてごめんなさい。これを飲んでね、ちょっと体の中きれいにしたいと思います。ちなみにこのペットボトルの形、コンビニ仕様で画期的なデザインとして発表されましたけども、見なくなっちゃいました。やっぱ安定がね悪いので。皆さんこれどっちから飲みますか？これね、ここ押さえると、まあ、こうなるという、こうならないように飲むためには角を持って。いただきます。うわー、めぐるわって。皆さんのお住まいのエリアではどうですか、黄砂。もう黄砂がひどくて降参しそうな、こちら瀬戸内海です。こんな時は体めぐり茶飲んで綺麗になってください。風が強くて聞き取りにくい動画で申し訳ありません。